はい、缶をぬくめました。ぬくめたことないのに今回ガッサンマジです。よっしゃ曇りや行くぞ。はい、それではですね、このエンジンカバー塗りたいと思います。塗ってる？うん、ね、いつもあの塗装面を乾かしてたんですけど、塗る前にこっちの内側をぬくめた方がいいんですって。内側を、で内側ぬくめてから外の塗装をした方が塗装が塗るらしいです。シェイクダウンさん的に。焦ってはダメです。まず第1拭きで留めておきます。新潟でお世話になったジャンクボックスさんからですね、 NSR50 のエアクリーナーボックスゲットしました。ハイの時の、お世話になったんですけど、今ですねちょっとあのシリコンスプレーしてめっちゃ綺麗にしました。まあ、こんな感じですかね。感じ的にここに鎮座しておきたいと思います。はい、綺麗に塗りました。綺麗に塗りました。じゃあ白ゲルはですね、もうあの下地なしで密着論で直接黒をいきたいと思います。はい、辛く塗りました。あれはもうほっときましょう。ちょっと寒い時期なので急いでやるとやっぱりうまくいきません。ちょっと長めにあれを見ていきます。こちらをですね、2色に塗り分けたいのでマスキングしたいと思います。一筆書きでピューっとですね、こう迷いなくマスキングをする。でこのここから漏れていくんで、ここしっかりマスキングが入らないように再度ここ空気抜いておきます。ちょっと曲がってるなって思うとこ修正します。こんな感じですね。ここ折り目つけておきます。割と綺麗にマスキング線できました。こっから下はどうやろう、貼り替える NSR250 で言うとこういう感じですね。ちょっと変えました。さっきこうやったんですけど、やっぱ上すぎたんです。こうですね。で、あれどこや。っていうかこのタンクにまだあのフィッティング1回もしたことないけど、いけんのかな。はい、そもそもですね、このズタボロのタンクね、このなんかちょっと入っとるな。このズタボロのタンクがそもそもタンクカバーがはまるんかって僕試したことないですよね。はまんのか。フィッティングって言うんですか。どうやってつけるの。こういうことか。こういうことだね。あ、入った。あ、行きました。タンクカバーって初めて見て、ほらぴったり、ここもぴったり。もう完璧や。だこれちゃんと塗装できたら完璧っすね。おお、取られへん取られへん。無事分離できました。広げながら片方ずつちょっとずつ上に上げていくと取れました。今大まかにマスキングができましたので、今度はこの外周をさらにやります。で大事なことは1周目やって2周目にちゃんと密着してるんで、さらにっていうことです。さらに防備を固めていきます。すいません。
上から見た時にですね、こう隙間とかから入ってくる可能性もありますので、なるべくこう風にも煽られないように。あ、完璧ですね。はい、この下を黒に塗装していきたいと思うんですが、多少ですね、ちょっとあの汚いところとか、こういうほら髪の毛がちょっと入っている跡みたいなこととかはちょっとはつって準備したいと思います。焦らない、特に夜は焦ってはダメです。次はこれですね。ちょっとやっぱ塗装が剥げかけてるのでですね、ちょっとあのブラッシングして塗装を剥がしたいと思います。このワイヤーでこういうふうに擦ったら、もう一応このぐらい落ちたんですけど、ちょっと落ちてないところあるんで、初めて電動ドリルが役に立ちました。結構取れました。一応磨いたんですけど、まだまだですね。これね、明日グラインダーの刃をちょっと買いに行って、新しくやれば多分ね、この辺全部綺麗になると思うんです。これはもう塗装せずに、このまあアルミっていうんですかね、これは磨けば多分綺麗くなるので、変に塗装せずに塗装を全部落として、ちょっとあの綺麗にすればいいかなっていう、そっちの方がいいなと。シルバーでね。はい、今強風でですね、このフロントフェンダーが飛んでいって、今傷ついたんですけど、まあ、これはちょっとリカバリー、まあ、今してる最中なんですが、でも今日のメインイベントはこれです。この塗り分けですね。ゴールドと、黒の塗り分けがうまくいったか、今から開封していきます。で、これ開ける時のポイントなんですけど、塗料がこう入ってきてますんで、塗料に対して直線に切っていくっていう、直線に切っていく、完全に乾ききる前に開けていきます。こういうことですね。いい感じです。おっと、切れました。関係ないやつがもうほんまにちょっと本当に邪魔っ気なんで、この上1枚をまず取っていきます。この上1枚関係ないので、上1枚を取ります。これはもう強引に取ります。で、この変なところにつかないように気をつけていきます。まずこの上ですね、上の層を取ります。上の層は関係ないので、一見関係ありそうなんですけど、関係ないので強引に行っていいです。全然いいです。さあ、こっからです。いきます。線に対して直線で取っていきます。慌ててはダメです。ちょっと待てよ、関係ないの短くしますよ。今焦ってる。焦んなよ。いきます。結構もう勢いが大事なんで、塗装に対して直線に行きます。今いい感じです。これ 塗装が全部乾いちゃうとやりにくいので、こういう感じで塗装が完全に乾ききる前に、こういう風にラインに沿ってですね、取っていきます。今のところ色がですね、ボケてるようなところとかもありません。もうちょっとです。ゴールはもうちょっとです。いい感じで、はい、できた。塗り分けできました。おお、すげえ。見てください、このライン、めっちゃ綺麗に出てます。だからイメージ的にはこうなります。こうですね、こういうことですね。おお、
こうです。今日で言うたら、うわー、セイントセイヤのゴールドクロスみたいや。先生や、少年は見てください、このソープランドゴールド、むちゃくちゃ綺麗に塗れました。これ厚塗り、こっちね、ちょっとやっぱね、上もうちょっと厚塗りしたらよかったんですよね。なので、まあ、クリアでね、クリア塗装でその辺は、まあ、あのセーブではなく、あのカバーしていきたいと思います。そしてこちらのね、フロントフェンダーもいけましたし、はい、はい、ということで、カスさんの、ブラック&ゴールドテラカラーに向けて、編頑張ってやりました。まだまだですね、あの完全硬化させてウレタンたっぷりこってりぺったり塗るために、ウレタンクリアもちょっとあの追加で頼んだんで、オーモックス塗ろうと思ってます。塗料自体がいまいちなんで、はい、もう垂れる寸前、いやもう垂れてもいいぐらい思いっきり塗ろうと思ってますんで、今後もカスさんチャンネル応援してください。カスさんチャンネル